にちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、皆様、バーに行くときにお連れ様があったり、そのお連れ様が例えば大事な、クライアントであったり、ちょっと今日はあんまり酔うわけにいかないな、それももし2軒目、バーが2軒目だとしたら、1軒目でお酒を召し上がっているとなると、もうこれ以上酔うわけにはいかない、酔いたくないという時には、バーテンダーにそっと相談してください。ノンアルコールの、カクテル、お飲み物をお作りします。見た目にもノンアルコールと分かりにくいタイプのもの。例えば、今日ご紹介しますのは、ノンアルコールモスコミュールです。バーテンダーにそっと相談していただきますと、私たちも心得てお作りします。このような容器ですと、本物と、アルコール入りのモスコミュールか、アルコールが入っていないのか分かりにくいと思います。作り方といたしましては、いつものように氷を入れます。入れたところに、ウォッカ以外の材料を使っていきます。まずはこのようなちょっと切れ目を入れたライム、おすすめです。こちらを絞りまして、少し酸味を効かせてあげたいので、絞ったライムジュースもちょっと入れます。こちらに、ジンジャービア。ジンジャービアとなってますが、こちらノンアルコールです。ジンジャーエールは、炭酸飲料に、生姜の風味、香りをつけたものですが、ジンジャービアは生姜を発酵させてから作っています。甘すぎません。こちらを注ぎます。これだけですと、ちょっと、まだ甘いので、炭酸も足してあげます。こちらを軽くステアします。これで出来上がりです。ノンアルコールモスコミュール。このようなものを召し上がっていただいていると、お連れの方にも、ノンアルコールだと分かりにくくていいと思います。また、アルコール抜きで作ってというご相談にはバーテンダーは応じます。ただし、その反対のちょっと強めにしてというご相談には応じかねますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。ノンアルコールカクテルいっぱいあります。どうぞお試しください。